どうも、ヤドです。今回もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。ただいまの達成率が 15.4% ということでですね、今日はすでに5回収録をこなしておりまして、15勝17敗という風になっております。今日の目標はですね、達成率 20% に近づけること、そして、このデイリー勝数を、5割以上の、数字に持っていくこと、つまり勝ち越すこと、そして、ショート用の動画を、ストックするべく、相手の王様を詰まして勝つということにこだわって頑張っていきたいなという風に思っております。さあ、大石三段の方、一手損角換わりが得意の方ということで、勝率は5割3分0厘でしたね。これ誰のアバターだろう、プロ棋士アバターだと思うんですけど、誰のアバターだか全く分かりません。やっていきたいと思います。これで、なるほどというほどでもないが、はい、来ないか。はい、これで、あー、めんどい。まあこれ一回角戻っておくか。で、銀上がっていきましょう。2分30秒。銀上がっていって、まあ、ここの歩ついてこられたりとかすると思うんですけど、まあ、一回引いといて、まあ、この歩をもらいに行きます。違うか。一回この歩を、おお、ああそうか、はい、こうしておこう、こうしておきまして、完全にミスりました。あ、でもこれで一応受かってるから大丈夫なんだけど、今度ここの歩打ちが、そうなんだよ。2分。嫌だね。これは嫌だね。これは嫌ですね。はい。はい。うわ、めっちゃ怖え、怖っ。あー、それあるじゃん、うまっ。やばい、銀跳ねてこられるし、あ、銀じゃない、桂馬跳ねてこられるし、銀は跳ねないよ。もう意識混濁としてるんだわ。今夜中の1時12分なんですよ。夜中の1時12分でまともな将棋させないです。まあ、いつもまともな将棋は指してないですけど。大してまともな将棋は指してない。あ、もうこれこうするしかないな、そしたら。苦しい。苦しい。苦しい。あ、でも飛車で、あー、1分、飛車、あー、
積んでない。うん。すいません、めっちゃくしゃみ出た。あー、これなんかどうにかならないもんかね。あ、これどうにもなんないな。あー、どうにもなんないね、これね。あー、ちくしょー！ルーズ！はい。すいません、めっちゃ今くしゃみの沈黙でした。くしゃみ出そうっていう。僕はですね、今日デイリー勝数を勝ち越すためにあと3連勝4連勝しないといけないんですよ。そのことを自覚して将棋していきたいと思います。そして相手の王様を詰ませる、そのことにもこだわりたい。さあ、お前が先手だ。頑張りましょう。さあ、お相手三段の方ですね、林孝雄という方、勝率5割7分2厘。何これ出たよ、一見飛車的な。一見飛車じゃないか、これ九見飛車っていうの、一見飛車っていうの、ちょっと分かりませんが、はい、これで飛車はどこに行くか。あ、そこに行くんだったら、マジでチャンス。これチャンス。王ってして、で、角引いて、飛車に当たるから、はい。飛車、ただ取りとはいかないものの、飛車ゲットしました。2分30秒。ここに角打たれたくないよね。ここに銀打と、ここに銀打たれるかな。はい。で、ここは歩打っていく。はい。これで角打った、銀打つ。角打たれるの分かってますが、あえてね、あえてね、角は打たれるよね。2分、はい、100% 角は打たれるから、もうそれはちょっと。しょうがないということにしておこう。これで一回王手して、銀、ここですね、ここで、ここで香車打つ。もうなんか飛車捨てていくっていう考え方です。はい、とにかく強撃態勢を作るっていう気持ちです。まあ、桂馬ね、角、そこに角、やっば。1分30秒。何が強撃態勢を作るだよ。やばやばい以外の言葉ではないです。あ、やばいこれはひたすらにやばい。これはやばい以外の言葉がないね。これはきついわ。あー、これは無理。これで負けです。頭金、あ、飛車か。
どっちにしてもですね。あーもうーやばい。やばい。このままドロドロの連敗に入っていく可能性高い。悔し涙を力に変えるんじゃ。やばい。非常に良くない。あーどうしよう。いやしかもタカ当たられて強いし格好感やだー4連勝中だしおいなんでだよ。ちょっと勝てる試合をしていこう。三間飛車棒銀の得意戦法今棒銀なんで私得意戦法の段級今上げていきたいですね。さあ取り差し取り差し歩ついてくる。さあいかに。取ってきてくれたね。珍しいパターン。はいこれで角がこっちに出てくるとややこしい。これはややこしくない。これはややこしくなくってシンプルに銀なるだけでいい。ただ叩かれるから2分30秒。一回ふーっといて飛車がどこに逃げるかだよね。はいだからここのあこれそ角で切ってくるってことか。飛車取るかそしたら、はい、飛車取ろう。角打たれる、それとも銀打ってくる。角か。角取るっていうのもちょっと変だもんな。飛車逃がしとくか、そしたら。あ、でもここに銀打たれるから。ここケアしておきたいな。どっちもケアしたい。そうなんだよね。2分。こうしとっか。馬で取ってくるんだったら取ってきてくださいっていう話です。この桂馬渡すのも嫌だわ。さあ、こっから勝ち目があるか。勝ち目ある。もう陣形的にはもうこっちボロボロよ。これで銀打っといて。打たれ1分30秒。はい、強者打つ。金打たれる。強者打つ。あ、違うわ、これ。これ違うわ。マジでミスった。うわ、どうしよう、これ。1分。角渡したの逆に良くなかったか。
桂馬詰んでるかな、詰んでそうですね。てかここの角打ちとかもあるしな。ここに金打ちがあるか、しまった。美味しい将棋じゃった。やば、勝利はすぐそこじゃ。マジでやばい、マジで。うわー、5試合差がついた。 13.2% 今何連敗中、3連敗中。今3試合して3連敗してるってこと、あれ違うかな、どうだろう。やばやばいやばい、とにかくやばい。とりあえず3勝しないと、少なくとも少なくとも3勝しないと、4勝、いや4勝しないと。ちょっと今日50分コースでいきますか。これ50分コースでいったら夜中2時になっちゃうんだけどな。はい、お相手はまあ石田流、新石田流的な何かなんですけども、やばい、勝ちたい。これは勝たねば、勝たねばならないやつ。二歩あっても叩けないから、これ飛車なっていけるというのはありますよね。まずは、まずはね。2分30秒。というか、ここに角打ちたいかな、どうだろう。じゃあ角出ればいいのか。はい、角出ますか。はい、これで相手に攻め手はないでしょ、基本的に。銀上げる必要ないし、ただ飛車回ってくるっていうのがあるのか。回ってくるないわ、角が効いてるもん。ということですので、そこに飛車来ても別に困んないよねっていうのがあって、これはさすがに勝ち、これで勝てないっていう冗談はなしよっていう感じですね。これで勝てないとか、それはもう冗談だよっていう。2分。香車打ってみる。この強者って本当にこっちにとっては何のリスクもない手だよね。強者取られるぐらいがあったとしても、はい、桂馬取ることができるし、あとは銀と銀交換してあげる必要もないと思うので、はい、これでダイヤも、あ、なんかぶつけてくるの。これちょっとやりすぎ、ちょっとやりすぎかなったけど、ここまで来たらもうやりきろう。
はい、これで相手の持ち駒金下からふうっておいて、うん、これで銀の逃げ道も作っておけば、あとは相手を詰ませるだけっていうことなんだけど、はいはい、1分、ここに角打つか、相手の王様のところにも効いてくるし、押しよう、めんどくさ、めんどくさいこと、この上なし。30秒。これはめんどくさいな、これめんどくさいな、はい、20秒、はい、これで大丈夫だよ、よっしゃ、時間切れが、はい、対戦ありがとうございました、はい、ありがとうございました、というわけでですね、分かったけどショート動画には使えないっていう感じですね。ショート動画に使えつつ勝ちたい、お前が先手だ、日本語変ですね、使えつつ勝ちたい。さあ初段の方、構え出し戦法5筋かな、あでも嬉野龍介の相手、あでもやっぱり、はい、これで王様寄っておいて、角引く前に、銀打って、はい、これで良いでしょう。で、銀、ここに銀打ってくる、まあ、金打けばいい、金上がればいいか、それは下から歩打ちますか、これでどうなるんだろう、銀になっちゃダメなのこれ、鳴らしていただきまして、2分30秒、この辺に引いといて、はい、金、絶対、いやちょっといい手が見つからなかった、これ良くなかったな、絶対良くなかったな、これで銀打たれるとしたら、あそれ上がってくるんだ、うーん、2歩あるからね、叩きの歩、
これで逆襲するっていう。はい、これでここにぶち込んでいけぶち込んでいけということかなと思ったんだけど違う、まあ、角はもらえたと、角はもらえたのはいいとして、この歩が取られる。1分30秒。飛車もらうというほどでもないんだよな、これ中途半端なところに打ちたくないよね。やっぱり見えるか、はい、こうしよう。相手角ないから、今角がないから走れるし、ぶつけてこられるっていうね、ぶつけてこられる問題あるじゃん。これちょっとだけめんどくさいっす。ぶつけてこられるのだとしたらもうめんどくさいっす。飛車打ちをケアした形ですね。まあ、飛車打たれなかったとは思うけど、そこには。これで何が起こるの、これで。でしょ？これで全然これ取るでいいよね。てか時間こんなないの、気がつけばこんなに時間ないんかいっていう。30秒か。本当に気がつけばですね。気がつかなかったわ、普通に。これで、とにかく時間どうにかなってくれっていう。頼むぜ、時間。ここ65に打ちた、64に、あ、じゃあ66だ、66に打ちたかったのよ。あー、マジで間違えた、ミスった、完全にミスった。これはマジでミスりましたね。10秒。マジでミスった。あー、本当にやっちゃった。やべ、金浮いてるじゃん。あー、もうなんだこの時間切れ。あー、くっそ。あー、もうマジで勝てん。さあ、本来だったらあと1曲ぐらいの感じなんですけど、今日はもう行くところまで行きましょう。さあ、お相手初段の方、新西田竜王徳の方、福井先輩2段、勝率5割1分5厘、ということです。新西田竜王、おい、なんでクリックできない。ダメだ、もう相当苛立っている。私はもう苛立っていますね。はい、これで
これでマジかよ。これは別にもう取っていっていいんじゃないの。これでオーテして、遠見の角的な、遠見の角とは言えないが、はい、2分30秒大手して、はい、さあこれで角打ち意味ないと思うので、まあ竜飛車走っていくって感じかな。普通に飛車走っていきましょう。ここに歩とか、これ取ったらね、なんか角打ちとかされるからね、王様の筋で。でとりあえずこの時に寄っていけばおのずと勝てるはず。あ、そっかそっか。まあでも駒得だから問題ない。2分、問題ないでしょ。これ詰めろですね。はい、これで勝ちですね。問題なく、問題なくこれで、まあ飛車打てばよかったんですけど今。あーごめんなさい、押しちゃった。はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。対戦ありがとうございました。まだまだ厳しいぞ。はい、これで、達成率 13.7%、4試合分の負けが込んでるということですね。お前が先手だ。さあ、連勝できるか。お相手2段の方、すり違い角がお得意の方、勝率5割2分3厘。はい、もうすり違い角、ちょっと待ってね、こうしようかな。はい。さあ、さあ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 、これでこれで銀上がってくる、上がってこないのかい、上がってこないのかい。これで一回ね、いけない。これで一回角引いといて、あ、やべ、ばっかりしたー。2分30秒、あ、やばい、すぐに思考を回復できない。やべ、銀打たれるし、あぶね、一回逃げといて、あ、マジでミスった、あ、マジでミスった。あー、マジで許してほしい。許してほしい。壁歩ですね、これね。壁歩。やばい、こっから逆転の目が果たしてあるのでしょうか、私に。2分。
これは一回銀打ちでしょ。で、ここの歩回収して、これは一回逃げる。はい。さあ、時間も負けてるっていうね。時間まで負けてちゃダメでしょっていう。せめて時間は勝っておけっていうことなんですが、はい、全く相手の王様に詰め寄れる気がしないんですけど、どういうことですかね。1分30秒。あー、マジミスったー。ミスリマクリスティですね。やばい、王様の逃げ道もミスってるし、今投了。はい、ありがとうございました。悔しいじゃろ、この悔し涙を力に変えたことだ。さあ、お前初段の方、一徹の格がありがとうね。の方、勝率5割3分2厘。ダメだ、もうね、夜中の1時44分。これはもうね、将棋をする時間じゃないですね。時間的に。時間的にはもう完全にお眠の時間です。やべ、相手の王様入っちゃう。入っちゃう、入っちゃう、入っちゃう。あー！この形になって勝てたことほぼないんだよな。矢倉って硬いよね、やっぱり。角か、角打つか、飛車こういってもらって、あ、そっちだったらなりましょう。2分30秒。今5歩あるからね。5歩。はい、まあ、馬がいい感じにこの辺をケアしてるっていうのもあるし、で強者ください、ダメですかみたいな。歩打たれて、はい、もうこれしょうがない。2分。これ引くっていうのがあるか、普通に引くっていうのがある気がする。これなら、これならいけるんじゃない。怖いけどね、めちゃくちゃ相当怖いけど、あ、違うわ、これ歩つけばよかった。これ馬が引いてたんだ。そうっすね、これで駒得という名のリスクを背負っていきましょう。
相手は歩も1枚もないんで、歩すら1枚もないんで、はい、これであとはね詰ませるだけだと思うんですけど、この桂馬ね、桂馬を取られて何か大変なことになってしまうのかどうか。1分30秒。いや、これさすがにもう何もないでしょ。さすがに何もしようがないでしょ。何もないよね。これも完全に受け切った形。強者もらって、これ桂馬に当たってますっていうことにして、これは勝ったね。これはなるほど、なるほどか。これはい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。よし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 。さあ、あと2試合。あと2試合で2連勝できるかどうかですね。これで1回でも負けたら僕はもう本当に今勝率7割2分3厘。勝てない、バカなの。そっか、わかった。この時間に将棋してる人なんて、ちょっと、なんだろう。普通の社会人じゃないんだわ。まあ普通の社会人の人もいっぱいいるだろうけど、やっぱりちょっと、狂気入った社会人なんだわ。この時間に将棋してないもん、みんな中毒者だわ。将棋中毒なんだわ、みんな。わかったぞ。7割とかね、意味わかんないもん。勝率7割、勝率7割はマジで意味わからん。はい、歩下から歩打たれて、あ、そっちなんだ。え、それどういうこと。2分30秒。これが悪くなるっていうこと。角打たれて金か。どうやって受ければよかったの。どうやって受ければよかったの。僕っちん分かんないんだけど。でも必ずしもまだ負けと決まったわけじゃないか。こっちだって駒は取ってるわけだから、あとはうまく受けられるかとか、なんかそういうことも。2分。これでなんか守るのはやっぱり絶対違う気がするんだよな。攻めていきたいですね。はい、金とかここに使ってくれたのは結構嬉しくって、これで詰め寄っていきたいっす。詰め寄りたい、詰め寄りたい、詰め寄りたい。でもそんな簡単じゃないよ。ここに角打って
どうのこうので終わる世界じゃないんで、1分30秒、桂馬跳ねちゃおう。ここに銀打っても、だからここに金打った方がいいのかな。これで角打って、これ何、ダメか、無理か、確かに無理だわ。これ金で取られ、と金がこれ王手になってないから金取られちゃってダメなんだ。そういうことだ。で、歩がな、打てないのが厳しいんだよな。1分。じゃあこういうことになると、と厳しい。負けか。いやくそ、はい、30秒、お前の負けだ。はい、ラスト1曲いきましょう。ラスト1曲せめてかと。で、3段当てるな。もう私は勝ち星が欲しい。お前が後手だ。さあ、お前初段の方、角換わりを得意の方、3割5分1厘。はい、この初段には勝たないといけないですね。ただ勝率が低すぎるのが気になる。なんでこんな勝率低いの、あなた。はい、それで棒銀。やばい、めっちゃ眠い。取り差し。これで、これ今風ただ取りだよね、今のところ。風ただ取りで、これで風ついたらどうなるんだろう。これで風ついてどうなりますか。まあ、桂馬もらうでしょ、さすがに。さすがにね。うん。2分30秒。角打つ。なぜなら金が取れそうだから。まあ取れないんだけど。だけどこれで一回馬作って。はい。これで、香車もらって、これ端攻め行く？端。これなんか橋行きたい気がするな。それがある。
2分叩きの歩。この竜が使えるようになってから、まあでもこれは今言っとくか。まずは。うん。でもなんかそれ構わない気がするな。1分30秒。こういうこと。こういうこと。相手ちょっと忙しめじゃない？忙しそう。いろいろと。こう来られるからね。こう来られるから、強者でいいかな。はい。そうね。これで、1分。あれ？それはこれで勝ちじゃない？はい、対戦されてました。ちょっと相手うっかりですね。対戦されてました。お疲れ様でした。将棋ウォーズは、うわ、ちょうど2時だな。ちょうど2時で、19勝23敗。はい、まあこの辺が潮時か。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ここでやめたいと思います。ですね、かなり負け越してしまったんで、かなり不本意ですけども、ですね、月別段級位も 1.64 段という形、まあちょっと前回より減ってますし、勝率も、そうですね、減ってしまってます。ちょっと頑張っていかなければなりませんね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お相手は私、ヤードでございました。お疲れ様でした。室の古いピアノにもたれてうたた寝してる。まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて。